ごきげんよう、モチベーションアップ、講演家の宮崎豊です。今日は2020年12月14日月曜日です。今日は新聞が休みです。何か手持ち無沙汰のような情報はテレビとか、インターネットで入るんですけども、やはり新聞文字でこう見てみないと安心しない、できないということですかね。三好もコロナ禍でいろんな情報入ってますけど、やっぱり新聞でもう一度確かめないと、なんかすっきりしないというような感じがしています。今日は活字ですが、人生の目的という、ね、本の紹介と、これは五木寛之さんが書かれている本ですが、この人生の目的を編集者の健城徹さんという人が、原稿者の編集者の健城徹さんという方がプロデュースして、五木寛之さんが人間の人生の目的を書かれたんですが、そして今日はその編集者の健城徹さんの本、読書という荒野というのを紹介してみたいと思います。人生の目的というんですから、まあ珍しいテーマですよね、本のテーマですよね。これをまあこれだけ厚いですから全部読まないとはっきりわからないんですが、まあこの人生の目的に興味が持てるかどうかということをちょっと読んでみたいと思います。中にこういう項目があるんですね。人生に目的はあるのか、人生に目的はあるのか、私はないと思う。かいきなりこう来るんですね。何十年も考え続けてきた末にそう思うようになった。人生に決められた目的などというものはない。人間は人生の目的を持たなくても生きていくことはできる。はっきりした生きる目的を持たずに、その日その日をなんとなく過ごしている人たちは少なくない。また、生き延びるだけで精一杯で何のために生きるのか、自分の人生の目的とは何か、などと考える余裕さえない人々も世界中にはたくさんいる。これだけ読むと、人生に目的はないと言い切っているのかと思うんですが、前後読んでみるとそうだけではないんですよね。この前の項目にちょっとあるのがこう書いてあります。私たちがこの暗さに耐えて生きるためには、辺りを照らす灯火を探さなければならない。どんなに小さな火でもそれが力になるだろう。それを希望と呼ぶか、人生の目的と呼ぶか、または信念と呼ぶか、それは各人の自由である、というようなことを、まあ、この前の方の文章に書いてありますし、この後ろの方には、世の中には目的などはどうでもいい、自分は当面の目標を持っている、それで十分ではないかと考える人がいる。当面の目標に向かって一歩一歩進んでいくのが生きがいだという人は決して少なくないと、まあ書いて、後の方に書いてあるんですが、これだけ読むと、私が今言うだけ読むと、人生に目的がないというのが五木寛之さんの考えだというふうにこう受け取れるんですが、前後読むとそうではなくて、もっと深いところに話がと言っています。まあそれはそうですね。人生の目的を簡単に言い表せない、まあ、ですからこれだけが熱くなってるんでしょうが、まあ、人生の目的ということに興味があれば五木寛之さんの本を読んでみてはいかがでしょうかということです。そしてこれを本をの編集者が健城徹、まあ、五木寛之さんの本を書かしたり、石原裕次郎に書かしたりとか、まあ、いろんな人の本をこう編集者として、作家をつかみベストセラーを出した人なんですが、これの読者という荒野というのね、これは YouTube でよく登場されている鴨頭さんというね、鴨頭義人さんという人がおられますが、この方がこの読書という荒野の前書きは素晴らしいんだと、あとは読まなくてもいい、これだけ読めばいいと言っておられましたが、中を読むとすごくまた
ぐいぐい引きつけられてすっごい面白い本なんですけども、まあ興味があったら読んでもらうために前書きだけを紹介してみたいと思います。前書きがですね、よ、はい、はじめに読書とは何が書かれているかではなく自分がどう感じるかだというのが書いてあって、それに書いてあります。ここ読んでいきたいと思います。ここがまあいいと鴨頭さんは言っておりますが、どうでしょうか。読んでみます。人間と動物を分けるものは何か、それは言葉を持っているという点に尽きる。人間は言葉で思考する。言葉を使って自らの生や死について考え、相手に思いを伝える。人を説得し、交渉し、関係を切り結ぶ。そして人生を前に進めていく。一方、動物は言葉を持たない。本能に従って餌を食べ、交尾をし、死んでいく。彼らは生や死について考えることもない代わりに、他者と心が通じ合う喜びも感じない。言葉を持たない人間は、たとえ人の形をしていても、動物と何ら変わりはないと僕は考える。赤ん坊は言葉を持たない。だから赤ん坊には人生や世界がない。人間を人間たらしめるのは言葉だ。では人間としての言葉を獲得するにはどうすればいいのか。それは読書をすることに他ならないっていう。読書。読書について、またいろいろ本を今読んでみたいと思っております。でもこの人生の目的、そして読書という荒野、この健丈徹さん、そして、また機会があったらしたいと思うんですが、この健丈徹さんの弟子といいますかね、健丈さん、徹さんはこう言ってるんですね。僕以来久しぶりに出てきた編集者の天才だというのが箕輪厚介。死ぬこと以外かすり傷というね、今若者にすっごい受けてますね。この表紙をパッとこう見るとですね、ルールが変わる、無知こそ武器だ、考える前に飛べというのこと書いてあります。そしてこの裏ですね、これにはこの本でまあ箕輪浩介さんが言いたいのはここの一部書かれてます。今若者はチャンスだ。古い世代には訳のわからない変化が今まさに起こり始めている。自分たちの手で世界の輪郭に触れ、自由で新しい秩序を作り直そう。こっちの世界に来て革命を起こそうって言うんで若者に呼びかけております。これもすごい今だって見ていますが、まあ高齢者の世界とはちょっと違った世界を見ることができる本です。まあ、読書について、今からまた考えてみようと思うんですが、その導入になるのがこの人生の目的と健丈徹さんの本と箕輪厚介さんの本、ちょっと心当たりを入り口にして読書について考えてみたいと思っております。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いしたいと思います。今日は昨日と変わらない、チャンネル登録者は193人。まだまだ読書をしてこれを増やすことにしたいなと思っております。ごきげんよう。